はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。よろしくお願いします。今日は、上智大学の総合グローバル学部の総合グローバル学科の SPSF 入試の対策方法をやっていければなと思います。よろしくお願いします。で、ですね、まあ、SPSF の総合グローバルで、まあ、いわゆる地域研究をやってる学部なんだけど、なんか総合グローバルと例えば国際教養学部って何が違うんだろうみたいなことを言われる方結構多いですし、なんかこう国際教養とか言ってる子に話聞いても、いやなんか総合グローバルなんで国際教養のパチモンだよみたいなこと言ってると思ってですね、なんかこういやそんなことはないんだけどなとか思いながらですね、ちょっと話を聞いたりとかしたんですけれども、まあ、総合グローバル学部って基本的に地域研究やる学部だってことで、じゃあ例えばその地域研究をその例えば、ね、日本の大学でやるとして、例えばじゃあ北朝鮮の研究とか韓国の研究をもしやるんだとしたら、別にアメリカでやればないっていう話もあるわけですよね。でなんでそれがアメリカじゃなくて日本でやらなきゃいけないのかっていうと、例えば在日韓国人のこととか在日朝鮮人のことを研究するんだったら日本でやった方がいいですよねとか、そういう形でやっぱりこうそのなんでその日本でその地域研究をやりたいのかっていう、やっぱり肉付けをすごくちゃんとやっていくっていうところに関しては、まあSPSF で総合グローバル目指すっていうところではやっぱりちゃんとやっていかなきゃいけないっていうから、そこ、まあ、そこの部分が大事っていうのと、あとなんかこう自分とね全然こうその関わりがないテーマをなんかやるっていうのも、まあ、それはそれでなんかこうちょっとおかしな話だなというふうに思っていて、やっぱりこういう志望入所とかっていうのはその自分がまずもともと原体験、高校時代までにこういう経験してきましたっていうのがあって、社会人になったらこういうふうになりたいですっていうのがあって、その後のキャリアとしてこういうことやりたいですっていうのがあって、それがやっぱ全部揃うっていうのが非常に大事なので、そこの部分をどういうふうに考えるか、あとやっぱ研究として、まあ、例えば私の大学時代の先輩 の、 ムギー・キムさんという人がですね、最近日本と韓国のことをいろいろ書いてですね、で非常に読みやすいし、かなりちゃんと研究的にもクオリティが高い本で素晴らしいなと思ったんですけれども、なんかああいうそのなんでしょう、今までの地域研究ってのはこういう本が多くって、それをこういうふうに書き直したんだ、改めて研究したんだっていうのをしっかり作っていくとかですね、そういうところを書いていくっていうのがやっぱり、まあ、考え方としては非常に大事なところで、それがこうどこまでできるのかどうかっていうのは、まあ、それはそれで結構大事な部分ではあったりするんですよね。だからまあそういう部分を、どういう形でやっていくかとか、そういうところっていうのはぜひやっぱり改めて見ていくってことが非常に大事なので、ちょっとですねそういう部分をしっかりやっていくとか、そういった部分が非常に大事です。でそれができるかどうかによってまた見えてくる部分って相当変わってくるので、ちょっとそこの部分に関してはね、しっかりやっていかなきゃいけないところがあって、そこができると本当に違ってくると思いますんで、ちょっとそういう形でやってみていただければなというふうには思います。よろしくお願いします。